誰よ。うちは父親が脳溢血で死んで、後片付けやらこれからのことやらで忙しいのよ。またにしてくんない？あなたは、うん、ジョセフ、ついに戻ってきてくれたのね。ジョセフ待ってたのよ、ずっと。お父さんが死んで本当に悲しくって心細かったの。こんな時に来てくれるなんて、ジョセフ。好き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 。がっかりさせるようだが、俺はジョセフ・ジョースターではない。よく見ろ、シワがねえだろ。あ、そういえばずいぶん若いわ。やれやれ、俺はジョセフの孫だ。空城ジョータロウという。そうなの？詳しくはジョースケのやつに聞いてくれ。俺は鬱陶しい話は苦手なんでな。ジョースケに会いに来た。いるかい？ジョースケはどこかって聞いてんだが。え？あ、ジョースケはまだ学校から帰ってません。そうか、じゃあ今晩また来る。え？もう帰るの？そう、あなたのお父さん。え？気の毒したな。ジョセフ・ジョースターがもしこの町に来たなら、これから起こる危機から必死にあんたを守るだろう。だがジジイは高齢だ。この町に来させるわけにはいかない。俺がジジイの代わりだ。